はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、ドラゴンメイドがね、ビーステッドとめちゃくちゃ相性いいんですよね。というわけで、今回は久しぶりにドラゴンメイドを触っていこうと思っております。いや、これね、マジでね、かっけえよな。ドラゴンメイドって、まあ、あのシュトラールっていうね、あのエースモンスターがいて、まあ、このモンスターを出していくデッキだと思うんですけど、基本的にはドラゴンメイドモンスタープラスレベル5以上のドラゴン族モンスターっていうね、あの召喚条件なんで、まあ、基本的にはレベル5以上のドラゴン族ってなんか結構やっぱ自己要因になりがちなんですよ、普通だったら。はい、でドラゴンメイドもなんかそんなに上級モンスター入れられるデッキじゃなかったから、今まではあの ここがね、なんかね揃いにくかったんですけど、これビーステッドがねレベル5以上のドラゴン族なんですよね。これめちゃくちゃ強くて、これ手札誘発にもなってるし、融合スターにもなってるっていう、マジ強い、しかも展開札にもなってるっていう、マジで強いシナジーなんですよ、これが。だから今回は、ここのギミックが、がっつりと、入っております。はい。で、楽園融合も普通に入れてまして、楽園融合ムーブもできるようにしてます。まあ、楽園融合はまあ、あった方が手数が出るから、普通にその、ドラゴンメイドの動きして、そこ止められちゃった、じゃあ楽園融合打ちますとかできるし、まあ、これあった方が俺は強いかなと、思っていますね。で、結構強い盤面、最終盤面は、まあ、楽園融合プラス、なんかドラゴンメイドプラス B セットみたいな手札だと、ミラジェイド、シュトラール、ルベリオンプラス罠、みたいな。2枚、みたいな感じになります。だからめちゃくちゃ強い。なんか4妨害ぐらい、4、5妨害ぐらい構えられるみたいな。まあ、そういう感じですね。まあ、めちゃくちゃ強いです。で、動かし方は基本的にそんな難しくなくて、ドラゴンメイドモンスター出して、あの融合の準備をしながら、楽園融合とか、あのビーンステッドを使ってビーンステッドも展開していくみたいな感じですね。はい、でここの軸とここの軸をうまいこと噛み合わせて動かしていくっていう感じで、ある程度誘発も詰めるんですよね。あのスロットそこそこあるんで、デッキの中に、今回強いと思ってるそのチェイムとあのパルラしか入ってないんですけど、他のところに誘発ぶち込んでね、ゾウジ、ウララ、エフェクトベーラ、無限抱擁も積んでるし、あとあのこいつら自体が誘発じゃあ誘発なんで、結構誘発のとカウントできる枚数はかなり多いかなと、はい、思ってますね。で、相手のその、まあ、モンスターに頼ってる展開とかにも結構そのトラップカードが刺さったりとか、あ、そういうのがありますしね。はい、エクストラにまあ、じゃあメラジェイドとかあのシュトラールいるんで、まあ、ここを入れればなんとかなるでしょ、大体どんどんできるもんっていう感じ。はい、でまあ一応あの楽融合を打たない時もあるんで、リンクモンスターが入ってる感じですかね。はい、ちょっとね、使ってみていただければ分かるんですけどね、やっぱね、かっけえわ、ドラゴンメイドって。もう、かっけえし、かわいいし、このテーマはめちゃくちゃいい。はい、早速ね、パワー、見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。あー、なるほど。いや、これはね、動けねえんだよな。ドラゴンメイドモンスターがちょっと、ゼロ枚なので、お召し替えができないというところはありますね。いやー、どうしよっかな。これ光闇テーマにかけてワンチャンセットエンドもあんだよね。全然、いや、これセットエンドだ、セットエンド。まあ言うて相手が光闇テーマだった場合は3妨害だから、4妨害か、墓があるからティアラメンツカだと嬉しい相手。これ多分ハンドルギア相手ティアラメンツカとめっちゃ強いと思う俺。あ、いやでもこれはいや違うこれは強い。このデッキやったら多分光闇使うでしょ。あ、オッケー危ねえこれだってこのビーステたちめっちゃ仕事するからね、テグだから。はい、いやまあとりあえず一回このハカーナ打とう。ビーステッドが打てないので、あのビーステッドはね、相手の手札上にモンスターがいる状態じゃないとフリーチェーンにはならないんですよ。まあ、なんで相手の、まあ、妨害を墓穴でしていきながらでモンスターを誘っていこう。頼む、レイドハート召喚とは頼む、レイドハート召喚めっちゃ熱いからシェイレーンでもいいわ、スクリーム、あー、オッケー、スクリームでもいい。で、メイル効果チェーン1、スクリーム効果チェーン2、まあ、一旦裏ら打った方がいいね多分。6枚小屋しは、いや、いいか、2枚あるから2枚出そう、2枚自信持ってるから俺、アレベル、あ、シェイ入れ、オッケー、あ、まあ、でも1枚か、いや大丈夫だこれ、いける、マーグラムで行こう。さあ
シェイレーンをゲームから除外しマグラムート爆弾。オッケー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 、仕事してるぞ。盤面からでも妨害できる、これがパワーよ。ちょっと縦でいっか。スクリームあるから500打点下がってんだもんな。あんま変わんねえんだよな、守備力2000だから。でマグラムートの効果、このエンドフェーズ時にビーステッドをサーチすることができるぜ。楽イエゴ、危ねえ、よかった止めといて。オッケーオッケーシェー。盤面カラッカラだったけどな、てめえの展開なんか止められんだよ、なんでかってビーステッドが強いからだ。よし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 、強い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 。いやこれさすがにドラゴンメイドか。チェイム持ってきますか。チェイムが一番強そうですね。チェイムでこれでサロニールと融合できるんで、サロニールと融合していきましょう。で相手スクリーム効果起動されるんで、スクリームの効果は起動された後でサロニール打てばいいからあんま関係なくて、まあ、一旦ルベリオン出すか。ルベリオン出しに行く。でこれでスクリーム起動するでしょ。はっけー、ルベリオンくんで起動する。え、これ2枚連発はやめて。あ、でもうん、2枚連発だけやめてくれればいいわ。あ、弱あ、まあ落ちないとそれはそれでいいわ。レインのハート落ちたけど起動したいってことは多分ティアラメンツカードじゃないんだね、手札が。ザ・ビーセット・ルベリオンの効果を発動するぜ。ザ・ビーセット・ルベリオンの効果により、これは福楽院の方が良さそうですね。福楽院にしましょう。キル取れるか分かんねえけど、まあ、とりあえず福楽院置く。で、チェイム召喚、チェイム召喚成功時効果発動。デッキからドラゴンメイドカード1枚を手札に加えることができる。相手なんもなさそうだな、これ。ハーフニスもなさそうですね。ハーフニスあったらエンドハート起動するもんね、効果ね。まあ、サロニールで普通にこれはマグラムートでいいか。マグラムートを除外してで福楽院で戻してワンドローして、はい、あ、でも福楽院やったからこれ墓地置いてた方がよかったな。ちょ、ミスったわ、ごめん。ちょ、ミスったわ、頑張った、頑張りました、すいません。いや、まあでも、まあ、とりあえず一回お召し替えしましょう。お召し替えしていく。サロニール、いや、これマジでミスったな今の。絶対あれだわ、マグラムと置いといた方が強かったわ。相手の墓地でよかったわ。ちょ、マジでミスった。ちょ、何やってんだ。サロニール効果、まあまあでも、まあ、十分強いけどな盤面は十分強いは強いけどな。いや、ミスったんならもう一回送ればいいわミスったんならもう一回送ればいい、最強の理論でバトル。何をやってんだ。じゃあ、デッキに戻してもう一回送るとかいう意味不明なムーブをしてしまった無駄すぎる、あまりにも無駄なムーブ。3つでドラゴンメイドのお片付けをセットし、まあ、これでターンを終了する。で、エンドフェーズ、あ、いや、スタンバイフェーズ、スタンバイフェーズにドラゴンメイドシュトラールの効果によってドラゴンメイドモンスターは蘇るぜ。シュトラールの効果発動、墓地からドラゴンメイドチェームを特殊召喚、そしてチェームの効果発動。チェームの効果によって、まあ一回お心づくしかなんかでいっか。まあお片付けあるしね。これでお片付けで相手のモンスターバウンスもできるし、シュトラールなんか何でもカードかんでも無効にできるし、ウララもう一枚あるといったところ。これさすがにまあなかなか強いとは思いますが、お相手しもハンドによってのティアラメン使うことはないんだよな。あ、カルテシアか。あー、めんどくせー、カルテめんどくさすぎ。でもティアラメン使うのなさそうですけどね。まあ、ちょっと福楽院の効果でビーステッド蘇生するわ。マグナムートを特殊召喚、強い、さすがマグナム。特殊召喚に成功したらまたカードをサーチできるぜ。マグナムート特殊効果発動、よし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 、十分最強やろこれ。さあ、かかってこいよカルテシア。なに、なるほど、まあいいか、別に楽園融合を持ってくるんだったら別にいいや。うららで止められるからスプリカンズキットね。 OK、
はい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 。で戻す。でラグニーゴ多分打つ。まあシュラールで止められもするし、別にね、ウララでも止められるし、まあとりあえずウララで止める。絶望のウララ。あまりにも絶望のウララをぶち込んで、でカルテシアの効果は、シュラールでぶち殺せばいいから。さあ積んだんじゃねえか。積んだんじゃねえの。まだまだバウンスも残ってるし、破壊も残ってるよ。あ、オッケー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 。このなんかじわじわとアドバンテージさをその広げていくのか、なんかドラゴンメイドって感じがしていいですよね。手札はクソでしたけどね、最初盤面。まあクソでもないのか、結局 B セットがいるから。まあ、とりあえずお片付け効果発動するか。お前エンドフェーズに効果発動できねえだろ。おいおい帰れ。お前エンドフェーズに効果発動できない知ってんだ俺は。よし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 。カルテシアはねメインフェード中にフリーチェーンで融合効果を受けるんで、あ意味ねえ意味ねえ。カードめっちゃ意味なかったわ。っていうかマグナムート戻したらよかったか普通に。まあとりあえず一回スタンバイフェーズに、ドラゴンメイドパルラ特殊召喚して、パルラ特殊召喚成功時効果を発動。ドラゴンメイドカードを1枚墓地に送ることができ、これによってルクトを墓地送っていく。 OK。で、ドラゴンメイド、ドラゴンメイドじゃねえや、でザ・ビーステッド・ルベリオンの効果手札からぶん投げることによって、バルドレイクなんですね。はい、バルドレイク来た。ビーステッド、勢ぞろい。特殊召喚するか。特殊召喚しましょう。特殊、はいはい、ほっはっけー。ルベリオンの召喚ムービーはかっこいいよね。これ普通にかっこいいと思うわ。でバトルフェーズ入ります。でバトルフェーズ、ドラゴンメイドパルラの効果を発動するぜ。パルラの効果によって自分を手札に戻し、ルクトを特殊召喚、フルルルルバゴーン。すごい強そう。この盤面これがドラゴンメイドの力よ。ラクイン融合入ってるんですけどね、打たなくてもこれ。ああ、何が痛いかっていうと最強ってこと。あーまあ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 、紅葉ウララ引いてるから、まあ、強いは強いけど、まあ、パルラだけだとちょっとみたいなとこあるな。いやでもね、ドラゴンメイドのいいとこ、あーそのパタイプうざいですね。これもしかしてビーステッドミラーですか。ビーステッドいないですけど、私マグナムートやばいですね。あのね、ゴキブリ召喚え。あれスプライトブルー、あーえ、いや、ビーステッドスプライトですね。まあ、うらら打ちましょう。うらら打って、まあ、ブルーは1回無効。いや、ってことは、まあ、これ多分ギガンティックなんじゃねえかな。まあ、無限保有あるんで、ギガンティックも止めれれば止められますね。まあ、あとは、ただ、ちょっとビーステッドマグナムとかいるから、そこだけ注意って感じかな。ギガンティックスプライトは厳しい、非常に。あれは効果を通してはいけないとおばあちゃんが言っていた。はいはいはい、よし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 。オッケー。さあこれで止まっていただきたい。でもう一枚がマグナムートと何かと何かだよね、ハンド。あー出すんだ、なるほど。はいはいはい、ルメリオン除外して出すは出す。でサーチか。まあ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 確かに、まあマグナムート、まあルメリオンはなくなるけどマグナムートでサーチは入るから、まあ行ってこいかみたいなことか。はいはい、でセットね。まあドルイドがサーチされてしまう。いやーなんだろうな、あの捨てカード。まあ無限法要とかなのかな、ちょっとわかんないですね。まあとりあえずドラゴンメイドパルラ召喚から入るしかねえ。ドラゴンメイドパルラ効果発動、効果によってルフトを墓地をくれ。ルフトは活属性だからね、 B セット引っかからないから。それいいとこだよね。でバトルフェイズ入る。でバトルフェイズ、パルラの効果を発動するぜ。パルラの効果によって、手札に戻しながら、墓地からルクトを特殊召喚できるぞ。さあどうする。何、楽園の獣か、なるほど。あ大丈夫だ、あれメインフェーズにしか使えない。あぶねー、あれはメインフェーズ中にしか使えない。危ない。ギガンティックスプライトぶっ殺すしかねえか。でもギガンティックスプライトを残しておいたら本当やばいこと起きるから、ギガンティックスプライトぶっ殺すしかなくて、
や、まあ、獣、まあ、強いですね。でメインフェーズ2入ります。いやー、これはどうしよっかな。いや、でも一発撃ってみる。これ相手ドラ手札にドラゴン族あるかもしんないから、相手さ、ブラックインの獣で破壊してくるかどうか分かんないよね。ドラゴンメイドのおしめ替えを発動。頼む頼む頼む。あーグヌヌ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 。まあまあまあ、でも今うまいですね。まあドラゴン族はいませんでした。ちょっと融合不発になっちゃいました、すいません。まあ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 、いいでしょう。で、一応片付けセットして、でセットして、まあエンドかな。これでドルイドしかいないから展開されなきゃなんとかなるんだよな。でギガンティックスプライトは墓穴できるから効果は一応無効に実質できるので、ドルイドね、はい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 、いいでしょう。あ、ギガンティックスプライト除外。いや、それでもうまいな、墓穴ケアってことか。でこれでも墓穴打ったら出てこないんじゃない、これ。一応墓穴打ったら出てこれない。はい。で、ドリードブルームは今効果使えない。はいはい、オッケーよし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 。とりあえずなんか知らないけどギリギリの攻防戦をしている超絶ギリギリの攻防戦をしている。いや、あれ絶対無限包容だろ。この縦列リセットしたら絶対無限保有だろ、あれ。とりあえずパレラ召喚するか。召喚でパレラ効果発動。いや、無限保有でしょ。あー、だよね、だと思ったわ。戻す説あるか。戻す説テンポ取られるんだよな。どうせ破壊されんだったら、お片付けして、これバウンスした方がいい説あるね。うん。お片付けして、バウンスして、次のターン、お片付けも使えるようにしとこう。ちょっとね、あのね、パルラが破壊されるのはちょっと、あまりにも良くないから。パルラが破壊されるのは、リソース的に今のこの手札的にも良くないから、パルラは死守して、パルラは必ず手札にある状態にしておこう。で、墓地に送るカードは、まあ、お方ですかね。これ、送る効果だからな。なんかチームの方がまあ強いですね、基本的には。まあ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 、でも とりあえずドルイドブルームはフリーチェーンでは出てこれない。で、これ次のターン、もう一回楽園の獣セットされて、ドルイドブルームがある。出てくるのは何か。まあ、増字あるから結構通りそうではあるけどな、増字自体は。いや、結構ギリギリの攻防戦してるな。マジでギリの攻防戦。で、ドルイドブルーム効果、OK。これも自分の墓地におかしくないもんね。俺は光闇を今墓地に送らないようにしてるんで、送らないってか送れないが正しいけど、送らないようにしてるから、相手ゲームから除外するの墓地からしかないか。マグナムーとか OK。 マグナムーと除外しるの効果、一応ちょっと1枚ドローしましょう。一応1枚ドローをさせてください。やるねやるねやるわ。なるほど。いやー、でも抹殺のさ、採用率 30% しかねえんだ。 31% しか、まあ、ティアラメンツに入ってねえもんな、あまり。抹殺とか墓穴とかティアラメンツが多いから、なんかその辺のカード抜けてんのかな。さあ、とりあえず、ドルイドが出てきちゃう。で、楽園の獣セットされる。え、でもこっから展開はできないでしょ。あ、オッケー。で、セットで、あれ多分獣だね。あれは楽園の獣です。まあ、ちょっと1回お片付け2枚あるんで効果発動しましょう。お片付け効果発動して、特殊召喚するのは、パルラですね。で、パルラ特殊召喚成功時効果で、そろそろ、光闇を送りたい時期ではあるよね。うん。で、お片付けの効果適用とか、なんだっけこれ。あ、戻る効果が。戻りましょう。はい。で、これで、あ、ルベリオン来た。うわ、オッケー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 。そろそろ俺も動き出せるぞ。どっから行ったらいいかむずいな。とりあえずルベリオンだけ効果発動するわ。ルベリオン効果で楽園の獣を手札に加えていくスタイル。
いやこれねドルイドブルームが特殊化したモンスターを墓地送るっていう効果あるからね、それがねマジでやばいんだよね。それがマジでやばい。まあ、とりあえずパレラ召喚だな。パレラ召喚で効果発動をするしかないよね。で効果発動しに行きましょう。これでチーム送っときゃいいんじゃない。もうチーム送っときゃいいわ。これで一旦バトルフェーズ詐欺しよう。バトルフェーズ、バトルフェーズで突入したい。はいはい、獣効果発動するしかないと。いいよし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 。メインフェーズにしか使えないからな、そのカードは。よし、使わせた、使わせたぞ、使わせた、使わせた。でドラゴンメイドのお片付けの効果を発動するぜ。お片付けの効果によってドラゴンメイドチームを特殊召喚で、チームの特殊召喚成功時の効果を発動。お心づくしを手札に加えていく。これでドラゴンメイドを特殊召喚。よし、ここでバトルフェーズ戻ってっていう動きをすれば、一回ちょっと融合していくか。あの手札なんだろうな、ちょっと分かんないんだけど、ちょっと一回融合していこう。でチームを戻して、マジでドラゴンメイドって感じしてるな、この戦いをしていると。すげえドラゴンメイド感が溢れてるわ。で、ビーステッド、マグラムート特殊召喚、マグラムート特殊召喚、ここで効果発動。で、ルベリオンを出しに行って、獣で獣割っとこう。マジでめんどくさい、あれ。あのカードは残しとくと、ろくなことがない。獣で獣を割るべき。なんか地道にアドバンテージ稼いでていいね、このデッキ。地道に地道に、よし、これそろそろリソースが逆転してるね、これね。おっ、きょ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 、よし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 、まあ、ワンキルは取れないが、まあいいだろう。で、メインフェール2に入って、ドルフトの効果は別にどうでもよくて、獣効果でリリースして相手のカード破壊、オッケー。で、ドラゴンメイドのお召し替え発動、ストラール、いけー。これだいぶまくったでしょ、これ。どっちもいいか、まあ、光闇じゃない方がいいのかな、ちょっとわかんないけど、一応、まあ、でもあんま関係ないね、これ光闇めっちゃいるから。光闇めっちゃいるからあんま関係なかった。はい、よし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 、オッケーオッケー。で、マグラムート効果、マグラムートで、ドルイドブルーム持ってきて、で、スタンバイフェーズにドラゴンメイド蘇生。来た！いや、これは、いったと思う。これはいったと思う。チーム、特殊。オッケー。あ、チームでサーチとかのねえんだ、もう。バトル。あ、バトル？あ、そういうことか。拮抗勝負かな。まあ、とりあえずチーム効果。手札に戻る。で、ルフト特殊召喚。さあバトルフェーズ終了時かな。なるほどね、まあ、シュトラールがね、拮抗勝負にめっちゃ強いんで、拮抗まで対策できてます、このデッキは。はい、結構ね、先行でシュトラール出ることも結構多いし、拮抗勝負は意外と効かないことが結構ありますといったところで、ハスキー特殊で拮抗勝負無効で終了時 OK、 なんでもない。よき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 。あのカード1枚をなんとかしとればいいわけだ、あとは。オッケー。いやー、長い戦いにそろそろ収集が打たれそうだぜ。いやでもやっぱね、ドラゴンミールってね、なんかね、遊戯王を楽しむことができますよ。かなり。遊戯王を楽しむことができる。うん。で、ドルイド効果で相手のスプライトブルーをゲームから除外して、特殊召喚して、で、ルベリオンでドルイドをリリースして特殊召喚して、よしで、フクラクイーンを置いて OK、 一応獣で破壊、まあティアラメンツじゃないんでね、破壊して OK ですね。あー、うららうららとバトルフェイズ OK、 よし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 、いやー疲れた、めちゃくちゃディールしてたわ。
うわー、サロニール、サロニールしかいない。ジャンクコンバーターやばい。えい、あれ光闇属性モンスター結構使いそうなイメージあるけど、どうなんですかねこの手は。なんかサロニールでワンチャンバグるとかないかな。ジャンクシンクロンで、コンバーター、はい。これなんかバグるとかないかな、サロニールで。マジで。サロニールのバグ発生する説。はい。ジャンクオーバータ、ジャンクシンクロン、ジャンクスピーダー。いやー、スピーダーまで行っちゃうときついか。スピーダーまで行っちゃうときついか。コンバーター効果。あー。これバグるんじゃねえ、もしかしたら。これもしかしたらバグる説ないっすかね、これサロニールで。コンバーターでジャンクチンクの蘇生できんかったらこれバグるっていう説ない？ワンチャン、いやある。で早い気がするけど、ちょっとここ打ってみよう。ジャンクチンクの除外、ちょっとなんかどういう、どこで打ってるかわかんねえな。なんか割と光闇多かった気がするんだけども、いやちょっと早かった、さすがに、さすがに早かった説はある。ジャンクシンクロンで、サロニールからの、サロニールで、ジェットシンクロン、あ、いやー早かったかもしんねえな。いやこれちょっと早かったかもしれません、完全に。今ちょっとサロニール出したすぎただけかもしれません。俺はサロニール出したすぎおじさんだっただけ説、これ絶対早かったわ。アクセルシンクロン、やばい。いやマジで 100億年早かった気がする。ガチで知らねえ、ガチで知らねえ展開してるぞ。なんかよくわかんない。バスタードラゴン採用率 0.027%、 引く引く。採用率 1% 以下のカードだけでデュエルする大会やってもそこそこ強いデッキ生まれそうだよね。スターラストシンクロン、はい。で、アスタルトシンクロン、やべえ、わかりません。一体何をしたいんでしょうか。バスタードラゴン、そして、なるほど。で、スターダストトレイル効果で墓地から特殊召喚。え、これマジでこの人一体何してんの。もうマジで知らねえ動きしてんねえ。何が巻き起こるのこれ。誰、ディアボランテス、史上最強のカマキリじゃん。昆虫族モンスター置けんでね。昆虫族か植物族を墓地に送れ、強。パラサイトフュージョン、わからない。え、何が起きるのこれ。一体全体君は何をしている。アーケティス、はあ、なるほど。アーケティス効果、カードを1枚ドロー、はあ、はあははあ、なるほど。でジェットシンクロン、はい。でスターダストトレイル墓地に送って、ジェットシンクロンを特殊召喚、はあ。マジでマジでわからねえ。パラサイトフュージョンはこれどうやって蘇生するんだ。これレベル10シンクロンで蘇生するモンスターがいた。ブラッドロードドラゴン、え、なるほど、なるほど、わからん。え、どういうこと。ちょ、マジでわからねえ。何が起きるのこれ。ドロー、チェイムか。あれもお見しかいはできるぞ俺、これお見しかいはできる。で、え、バロネス効果、あ、そういうことか。そこで蘇生するんだ、なるほど。うわ、絶対遅かったわ。あの遅かった、早かったわ。サロニール、じゃあサロニール早すぎだった、こう早すぎた。埋葬、え、ちょっとね、パラサイトフュージョンなんてこれ何が出てくるの俺。あ、だからブラッドローズなんだ、ドラゴンズだからって。これやばっ。え、ちょっと、ドラゴン族認定おじさん来ちゃった。てかそもそも俺ドラゴン族できたんですけど、僕ドラゴン族できたんですか。なんかお片付けがなんか引いたらワンチャンありそうじゃね。お片付けすべきとかでなんか戻したら、あ、あー、やばいやつ出ちゃったね。激ヤバモンスター出ちゃった。やめて、やめろ、やめろ、うわー、いてー。くそ、君はさ、ドラゴン族にさ何をされたの。